1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。4月5日、小笠原返還記念日。第二次世界大戦後の1952年、サンフランシスコ講和条約が発効されたことによって、小笠原諸島はアメリカの施政権下に置かれていました。ですが1968年4月5日に小笠原諸島を日本に返還する旨が記載された南方諸島及びその他の諸島に関する協定が締結されたことにちなんで制定された記念日です。実際に日本に返還されたのは6月26日の協定発効日でした。小笠原諸島は1593年に小笠原貞頼が発見した島々で、1875年に日本の領有が確立しています。また東京都特別区に位置づけられており、東京都から南南東におよそ1000キロの太平洋上にあるおよそ30の島々の総称となっています。加えて2011年にはユネスコの世界遺産に登録されており、東京都初の世界遺産にして2017年時点で東京都唯一の自然遺産となっています。オープンカーの日。桜舞う4月はオープンカーにとって素晴らしいロケーションになることと、オープンカーは五感に働きかける車とのことから、それぞれの数字をとって日本オープンカー協会が4月5日に記念日を制定しています。ちなみにオープンカーは和製英語で、英語圏ではコンバーチブル、ロードスターと呼ばれています。ミスタージャイアンツ長嶋茂雄デビュー。1958年4月5日、読売巨人軍の長嶋茂雄選手が開幕戦に先発出場し、公式戦デビューを飾りました。デビュー戦は国鉄のエース金田投手と対戦し、4打席4三振だったものの、その豪快なスイングは多くのファンの心をつかみました。その後4番サードの燃える男として、日本プロ野球で歴代通算本塁打記録を樹立した王貞治選手とともに ON 時代を築き、プロ野球界を牽引していく存在となっていきました。ここで長嶋茂雄氏の伝説をごく一部ですがご紹介したいと思います。9シーズン連続日本一、天覧試合での劇的サヨナラホームラン、一塁踏み忘れによるホームラン取り消し、見せる守備などなど、躍動感にあふれかつ天真爛漫な明るさと野球に対するひたむきの姿勢は多くのファンを魅了し続けました。また引退セレモニーでの言葉、我が巨人軍は永久に不滅ですは後世の語り草となっています。長嶋茂雄氏がデビューしたことにちなんで、4月5日はデビューの日として記念日に制定されており、その年にデビューした各分野の新人にエールを送る日とされています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。